皆さんこんにちは、本日、12月28日、佐世保市佐世保東翔高校において、日本吹奏楽指導者協会、長崎県ソロコンテストを開催します。その、演奏の様子を、このチャンネルを使って上げていきます。今回はこの大会、本当に今、この佐世保市も含めて、大変感染症が広がっています。本当にこう開催にも歩まれたんですが、本日は本当に、お客さんというか、演奏者1人につき、4人の同行者で、同行者には全て、踊らしの部屋、そしてチューニング室、リハーサル室、それから本番会場に至るまで全て、一緒に行動を、してもらいます。動線も全て、すれ違うことがないような動線を考えて、で演奏終了後、速やかに帰るというふうな形で、万が一の場合にも、濃厚接触者は、その演奏者のグループ以外には出ないという形で運営をしてまいります。いろいろとご不便をおかけすると思いますが、どうぞよろしくお願いします。またこのチャンネルもいろんな方が、登録してくださってますが、本日は、70人ほどの、演奏がずっと、それぞれに、チャンネルに上がりますので、どうかご了承ください。それでは、本大会の運営に、また今回の、運営にいつもご協力、また、応援をいただいてありがとうございます。というわけで本日、ソロコンテストを開催します。主催者、代表者のご挨拶でした。